はい、藤見でございます、この暑い中皆さんいかがお過ごしでしょうか、お盆でございますけれども、私もですね、明日まで、勤務先の方では、夏季休暇をいただいてまして、のんびりと高校野球を見たりとか、ギター弾いたりとか、たまには出かけたりとかしてやっとるわけですけれども、いかがらず暑いですね、もうね、そんな感じで、夏を感じてるわけですけども、今日もね、一曲、今日はオリジナル曲をやりたいなと思っております。毎年ね、夏にこれ歌うんですけれども、あの夏の夢というね、曲なんですが、この曲は、当然あの夏って入ってるぐらいですから夏の歌なんですけどもね、普通夏歌っちゅうたらこのビーチとか浜辺とビーチか、一緒か。そういう、なんていうかな、ギラギラした、そういう若さ溢れる、そういう夏をね、歌いがちになるんですけど、この夏はちょっと違って、ちょっとイメージの違う夏で、今日はですね、8月15日ということでございますので、終戦記念日ですよね。そんなことをテーマにした曲でございます。きっとね、あの時の夏も、あの頃の夏もギラギラして暑かったと思うんですけれども、やはり、同じ暑さの中でもちょっと違う感じでそれぞれの夏を迎えてたんじゃないかななんて思って作った曲でございます。あの夏の夢という曲でございます。見えない影を
口を守り抜いてきたはず。目の前の空気が揺れている。あの暗い空を胸に刻む。はい、あの夏の夢という曲でございました。まあ、あの夏っていうのはどの夏かっていうね、ことなんですけど、やっぱり、戦争っていうかね、あの頃、まあ、8月6日、9日っていうね、やっぱり日本では、核兵器がね、落とされたっていうあの夏ですよね。で、この8月15日の終戦記念日にこう繋がってるということで、まあ、その当時も、確かね、暑かったっていうふうに聞いてるんですけども、その暑い夏で、我々今はね、暑いとか、まあコロナとかありますけれども、そんな話をしてるだけですけども、当時の夏っていうのは暑いどころか、まあその生きるだけでもね、大変やったというような夏だったと思うんですよね。その時にみんなどんな夢を見てたのかなと思いながら、書いた曲でございます。おそらくその夢って、もう本当に明日も同じように生きていけたらいいなとかね、そういったことだったんじゃないかななんてね、勝手にも想像して、作った曲なんですけれども、でもやっぱりね、こういう曲自分でも作りながら、やっぱり忘れてはいかんのかなというふうに思いながらね、夏っていうのは開放的な気分にはなるんですけども、一方でちょっとそういうね、気持ちにさせてもらうというようなこの暑さを浴びながらね、いつも毎年思う曲でございます。あの夏の夢という曲でございました。本当そうですよね。あの今暑いって汗拭いてるけど、本当に冷や汗ね、かきながら、冷や汗どころか本当にもう生きる心地のできないままね、生きてたというふうにそう思いますので、そんなことがあったということはね、忘れずに、これからもね、生きていけたらななんて思ってございます。この8月、9月、10月といろいろとね、ライブの予定もしていまして、まあ、8月の20日ですかね、次の土曜日は、初めての場所なんですけども、心斎橋の雨村のところにあるリードカフェさんっていうところですかね、そこで初めて、歌わせていただくことになってまして、あと9月もいくつか、2つぐらいかな、ライブの予定もございます。で、秋はですね、一つね、まだちょっと発表はできないんですけども、音楽祭の方にもね、なんかチャレンジできそうな感じになってますので、また決まりましたら、やりたいなと思ってます。やりたいなって告知したいなと思ってます。私は音楽祭好きで、結構あちらこちらの音楽祭とか応募するんですけども、その応募したからって出れるもんでもなくて、結構落ちることもありながら、まあ、今回はなんか、挑戦できそうな感じなのもんですからね、場所が決まればまだまだ告知したいなと思ってございます。ね、このお盆休みというか、この夏季休暇の中で皆さんもね、お疲れモードでそろそろ仕事モードに入らないといけないと思いますけども、お元気で体には気をつけていただいて、コロナもねちょっとまだまだ、怖い時期でございますのでね、体だけは、大切にして過ごしたいと思います。藤見でした。